パックマンのゲームデザイナーの岩谷徹です。そうですね、まずプレイヤーのことだけを考えます。で、プレイヤーが面白いと思うことを常に考えてインスピレーションを働かせます。自分が楽しいということは後回しです。プレイヤーのことだけ考えて作ってます。パックマンっていうのはパクっていうのは日本で食べる時にパクパクっていう擬音を発します。擬音発するというか、食べることをパクパクと言います。そこからパックマンという名前にしました。ですね、パックマンを考えた時は、当時のアーケードゲームのスペースでは男性がプレイをしていて、エイリアンを殺せというような殺伐としたゲームしかありませんでした。そのため女性が楽しく遊べるビデオゲームを作れば、アーケードゲームセンターも華やいで、カップルや、女性客も来るだろうと、女性をターゲットに考え始めました。で、女性をターゲットに考えた時に、昼食にピザを取ってピザを食べた時に一辺を取った残りの形がちょうどパックマンの形になってたんです。そこで、そうだ、この形で食べるというゲームを作ろうというふうに思いついたんです。ですからピザの話は本当です。普通ちょうどこのぐらいの大きさ、ほんとまさにこのぐらい。敵として、ゴーストを思いつきました。で、ゴーストは4色のカラフルな色を持って、女性も可愛いというような、敵でも憎めない、そういうゲームにステップアップしました。一番エキサイティングなのは、パックマンにモンスターに追っかけられている立場からパワークッキーを食べると、パックマンが強くなって逆にモンスターを追いかけて食べられる、この逆転のアイデアが一番面白いと思います。パックマンは食べるゲームですので、非常に簡単な「ん?」っていう音とか、それから「ワク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 」っていう音とか、非常にシンプルな音で構成しました。ですからシンプルな音階ですので、人の耳に残ったと思います。で、携帯でパックマンがヒットしているのは、4方向のボタンだけで遊べるシンプルなゲーム性が今でも通用するということの証明だと思います。時代とともにキャラクターが変わっていくのはよくあることだと思います。それよりもパックマン自体が時間とともに成長しているんです。ですから成長の過程でキャラクターが変化していくのは当然のことなんです。パックマンを作っていた当時は、性能が低かったので表現する内容が、図らずもシンプルになってしまいました。でもそのシンプルさこそがプレイヤーにちょうどぴったりと合ってたんです。ですから今でもプレイして楽しいのはプレイヤーにフィットしている、そういう部分だと思います。私は日本の女性には受けるけれども、アメリカやヨーロッパの人たちにこんなに受けるとは思ってませんでした。アメリカ、ヨーロッパではもっとスリリングな非常にアクション性の高いゲームが好きな人たちなんでパックマンは合わないと思いました。でもいざ蓋を開けてみるとアメリカでヨーロッパで全世界で大ヒットしましたので自分自身驚いています。シンプルで綺麗なラインを持ったデザインが25年経っても支持されている原因だと思っています。だよ、あ、決めるだよ。